はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回は企画動画なんですけど、クソガチ動画という感じの動画でしょうか。はい、先日ね、はじめしゃちょーのチャンネルでラミレスとね、コラボした動画が上がっていたと思います。もう僕巨人ファンなんでね、もうラミちゃんといえばもう伝説のラミちゃんですね。はい、といったところで、今回はラミちゃんを、それを記念しまして、その動画を記念してってわけでもないんですけど、ラミレスを作ろうという動画を撮ろうとしました。はい。で、まあ、デッキはこちらです。ラミレスって書いてるんですけども。で、ラミちゃんって、まあ、要は、足遅くて、守備、肩もまあ、本当あんま良くないんですけど、もう打撃においては本当に右に出るものいないレベルだったと思います。前世紀のラミちゃんって。まあ、そのパワープロでは、ミート A、パワー A、総力 D って表示されてたんですけど、その動画内では。正直、総力 D はないです。でも、ミート A、パワー A は絶対前世紀ありました。ミート A、パワー A に安打製造機アーティスト。てか、ヤクルトであの200本ヒット打った年なんかは、ミート S、パワー S って言っても過言ではないレベルだと思うんで、そういうラミちゃんを作ろうかなと、安打製造機アーティスト思ったね。このデッキだと作れるので、で、このデッキで波動来るのも初めてだし、いいかなと思って、キンキンダダなんですけど、いわゆる、やっていこうかなと思っていたんですけど、まあ、っていうのはまあ、前置きというか、手というか、なんていうんですか、まあそういうところで、まあ実際何がしたいかっていうと、まあそういう手でというか、本当にそうなんだけどね。まあ要するに、守備方はあんまり上げないラミレスの強化版ラミレスを作るっていうのはそうなんですけど、ちょうど最近その動画見て感化されてなんですけど、まあ、もっと言うと、最近みんなでホームランっていうイベントがあったじゃないですか。まあ、あのイベントでね、まあ、ああいう時にね、一人というか、まあ、ああいう時にちょっとゴリラ型の選手いると、まあ、ホームランが打ちやすくていいとか、まあ、普段のチームは僕、全部守備、肩、補給、B 以上にしてるんですけど、まあ、そういうイベントにね、対応するためにも、ゴリラ型も作っておいていいのかなと、代打じゃなく、スタメンのね、まあ、どこまでゴリラにするのか難しいんですけど、という手で動画撮影しようと思ったら、2連続1000丸引いちゃった。前回クソみたいな1000丸回にしちゃったのに。どうした？お前は野手の人だって言ってるのかな？っていうところで、だから、まあでも、敏捷足らないから、さすがに外野手で総力 C とかはちょっと嫌だよね。まあレフトだったら1人置いてもいいけど、でもレーザービームを僕の外野手だと取らないといけないしっていうところで、まあちょっと相談しつつなんですけど、基本強化版ラミレスを作っていきたいと思います。で、これ前置きしておきたいんですけど、僕リアルにサクセスで野手作るの1ヶ月ぶりです。はい。天才の入部届の動画を出す1週間前ぐらいに撮って、編集とかしてたりして、それ以来撮ってないです。あの最近報告したショートの選手もあれ実は天才の入部届の前に作った選手なんで、ガチで1ヶ月野手サクセスしてないんですけど、まあ一応デイリーチャレンジはクリアしてたしね、なんとかならねえもんかなとは思ってるんですけど、大丈夫かな、やっていきましょう。でもね、またデイリーチャレンジ、世界最速デイリーチャレンジクリア動画っていうのを最近企画してるんですけど、まだ撮ってはないけど、それ見ていただいたら分かるんですけど、クソみたいなピッチャーしか打ってないんですよ毎日。要はなので大丈夫なのかなっていう、ほんと大丈夫かなっていう心配はあります。まあただ波動なんでね、まあ牙を打つこともなければ、虹谷打つところもない、打つこともないというところで、まあなんとかなんねえもんかねとは思ってるんですけど、いかがなもんでしょう。でさすがにいないと思うんですけど、いや言ってくれたらすごい嬉しいんですけど、さすがにいないと思うんですけど、ここまで聞いてて、あれ今日アキさん体調悪いのかなと思った人には、今すぐ iTunes カード500円分ぐらいコードを送ってあげたい。まあ今のは冗談だけど、まあそうなんですよね。ちょっと風邪、久しぶりにガチの、まあ僕、常時体調不良が平常運転みたいな人間なんですけど、久しぶりにガチの風邪をひきました。ガチガチの風邪をひいてね、割と辛い状況に今、あるんですけれども、まあまあちょっとね、青銅高校でささやき頭脳を期間限定が来てる間に動画いっぱい撮っとかないといかないんで、こんなところで2日も3日も休むわけにはいかないんで、頑張って動画撮ってるんですけど、まあ結構喉痛いですね。ちょせっちゃんが練習に来ないな。まあいいでしょう、やっていきましょう。まああれですわ、失敗した時の言い訳を先にしたと思っていただければいいかな。まあでも言い訳ではなく本当に事実で、まあ、サクセスは慣れと運の慣れがないのと、本当に今、風が辛い。ちょっと、せっちゃんが全然練習に来ない。千丸クリスマス間に合わないパターン、また。で、ちょっと前回ね、前回の動画はその1日前に撮ってて、まあ、風邪予備軍みたいな感じだったのかな、すでに。
これ切ります。さすがにいらないというか、はい、調子安定も欲しいし、ちょっとマイベが重たい。これ精神っていいかな。前回の動画そのまだけど風邪予備軍だったけど、元気だった状態で結構集中力が緩慢としていたんでね、いろいろミスしちゃったんで、今回はしっかりそこいらへんもやっていきたい。で千丸引いてるときは全部コツ1回基本で取るのがいい。まあチャンスだけ置いとこうかな。まあ、でも何もコツ来てないよね。で基礎コツもこのデッキはないよね。今の東条でもよかったけど、甘ったるい肉じゃが、あ、甘ったるくなかった。せっちゃんが練習に来ない、これはもう100間に合わないっすね。クリスマス、うん、あーもうこれはせっちゃん追っとこう。ラブパスするのも痛かったけど、うわしかも来ないんかい、来ないんかい。練習後イベが、イベがでこっちは続けます。あとイベはまあまあ波動だとね、前にあと4推奨されるレベルの方向なんでいいでしょう。まあ意外性のコツここでくれて、さっきのも進めていればねコツくれてたんで、やってもよかったところではあったんですけれども、はい、まあ、意外性もいらない。査定はいいかもしれないけど、実能力的に考えてパワー B 以上ある時につけても意味ないんでね、やっていきましょう。今の説明がよくわからなかった方はググっていただければ結構すぐ出てくると思います。頼む、クリスマス間に合って千丸をまた無駄にしたくはないけど、これはもうこっちは悪くないっていうやつでね、こっちは悪くないっていうやつなんで仕方ないんですけどね。まあけどこれでせっちゃんがもう間に合う、一応ね。いやー告白イベは来ねえんだよな、変なのはいっぱい来るけど。もう小札は追わなくていいです。はい、あとはもう、うわーなんで練習後イベせっちゃん全然怒んないの、渋いっすねー。これは間に合わない臭いですけど、まあいいか、甘ったるいなーと。これ本当に間に合わないっすね多分。でちょっとスタメン作るなら敏捷足らないかなと思ってたんですけど、かなり敏捷練習したんでワンチャンスタメンを作れなくもない。どうしようかな、パワヒは今抑えるのやめますっていうのも、パワヒだけ一応失敗した時にコツくれる可能性があるんで、パワヒだけは置いとこう。これは間に合わないっすね多分。うわーつれー、千丸の時に間に合わないのつれー。うわー千丸で間に合わないのはつらい。しかも鉄さんの評価が全然まだだ、つらすぎわろた。いやつらすぎわろた、間に合わないの。いやつらい、くっそークリスマスぼっち、クリぼっち。まあ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 いいでしょう本来のね。まあこれで千丸引いてないのと一緒ぐらいかな、ちょうど。クリスマス分で相殺した感じかなこれで。ただ二股なんでデートを早くこなしたいこと考えるともうかなり良くないですけどね。うわー最近ずっと間に合ってたからな。で大吉引くとすごくもったいない気がする。で広角は抑えますか。あパワーヒも来ちゃったもん。回復してもいいけどね、回復の方にしよう。よし、おいおい、だったらびっくりおったわ。
いやーなかなか辛いもんでサクセスも、まあ、ただここまでは僕が悪いとかそういう問題ではなく、もうなここ休むコマンドとか使う暇ないんだよな、またまたの時は。でこれ運悪いっすね、鉄さんの評価も上がってないから亡霊も使えないし、本当にこれは本当良くないパターンのやつだ。遅い、まあいいでしょ、良くないけど。よくはないんですけど、まあまあまあ、もともとの趣旨はね、強化版ラミちゃんを作ろうっていうことなんで、そこだけ意識してやっていけばいいかなと思います。うわそれにしても遅いな告白が。しかもチュンチュンそこで来るんかい、バレンタインあるのに。いやーこれは悲しいね。で一応ミートコツはあるんでね、はい。おいいですね、ミートコツ来ましたね。うわ本当に来ないね告白。まあこんなもんだよね、来ない時っていうのは。運悪い時ってものはまあこんなもんだよね。他のイベントはまあまあ起こってるような気もするんですけどね。よし、しかもアーティストも成功して、強化版ラミちゃんがアンダー製造系アーティストって初め言ってたのがそれもできそうだし、もうこれはもう勝負仕掛けよう。お勝っちゃった。ただここでまだデートができないっていうのは痛すぎる。こんだけね追って来ないならもう仕方ないかな。これだけちゃんとケアしてね来ないんで。でラミちゃんは弾道3でしょ、4はないでしょラミちゃん。でラミちゃんといえば広角打法みたいなイメージがあるマジで。ラミちゃんといえば広角みたいなイメージありますね。で千丸を引いた時のミート骨の兼ね合いがまだ正直未だによく分かってないんで、一応待とう試合までを。 D50 まで普段だと盆栽だと上げてもいいんだけど、千丸絡んでくるとよく分かんないんで。あそうか、今だからスクショ取っときゃいいんだよ。あちょ待って、次鉄さんが光る時にスクショ取ろう。いやクソだな、全然告白来ねえな。うわ遅っ。いや二股やって、これ二人とも3月まで。いやしかも同じ週というか、あれ前あと前で来るんかい、あと前で来るんかいっていうね、あと前で来るんかいっていう、もう普通に突っ込みたいレベルというか、まあ突っ込んだけど普通に、あと前で来るんかいっていうところでやっていきましょう。そうだからよくまあいろいろコメント欄とかでも聞かれるんですけど、一回でいいんですかみたいなこと聞かれることが多いんで、こうやってしゃべっとくじゃないですか。しゃべっといて次数値が変わるまでこうやってやるじゃないですか。でまたしゃべっとくじゃないですか。またこうやって喋るじゃないですか。これでいいや。で終了せずに変更しといて、あとでまたミートコツがまあ今回来なかったらこれ喋った意味が丸ごとなくなるんですけど、まあそれは仕方なくて、ミートコツ来た時にもう一回喋って、ただただ見比べればいいんですよね、もう簡単な話で。ちょ監督評価がそして一回変に下がってるからこれやばいな。休むコマンド使う暇なんてないんだよな二股の時に。でこうやって告白が遅いと号令もうまくかけれないから、そこも良くないし、ただ2人タッグが2回来た、怪我もしてない。まあだからワンチャンある、千丸だからまだ。まあもともと目指していた本当に強化版ラミちゃんさえ作れればというところなんですけど、
もともとの目標さえクリアできれば、まあなんとか許そうかなというラインではあります。ただ号令をほとんど使えてないんでね、まあ鉄さんの評価がちょっと低かったっていうのもね、まあ、そこも割と運かなと思うんですけど、こういうイベント動画がもっと早めに来ていればとかいろいろあるんですけど、で監督評価も多分相当やばいでしょうね。で今回小筆の評価結構高めなんで、ノートは読みましょう。でまあ木場さんがね完走してくれれば、初級せっちゃんが1級入魂くれなくてもいいんで、2527あるわ。でも悪くないわ、まあ、500低いけど理想値よりは。監督評価はただやばいと思うね、正直。あ、ただ今回ダイダ丸だけはさすがに取ろうかなと思います。ここで綺麗に打ちたいっていうのももちろんあるんですけど、まあミートコツまだ来てないんでね、ここで綺麗に打ちたいっていうのと、まあはい、もろもろで、ただ初級とかはまだ取れないね。なんでダイダ丸だけは、まあ、スタメンの選手のつもりではあるんですけれども、まあいろいろこう使い勝手が結局はね、いい選手を作りたいんで、使い勝手がいい感じの選手を。はい、そういうところです。ちょ、待てよ。で、一回確定ボタン押しといて、で、また能力アップで、さっき D50 まで多分喋ったから、次は C2 の時も喋っといて、B の時も喋っといて、はい。で今何やったか分かりますか、僕は。これで、ミートコツがもう一回来た時に、ミート B までまたスクショして後で見比べるんですよ。そしたら、あ、ここまで一緒じゃんみたいなのが分かるんで、まあこれ計算方法が小数点をどれくらいで跳ね上げてるとかがちょっと分かんないんでね、ちょっとややこしいところあると思うんでね、やっていきましょう。でまあ確かにラミちゃんね、それ言い出すとですよ、総力ね止めろよっていう話になるんですけど、さすがに総力じゃあ C とかは絶対ないんですけど、まあ強化版ラミちゃんっていう最初に言ったのはそういうところで、まあご愛嬌くださいと、そこはご愛嬌ください。まあネタ企画、ネタでもないけどガチでやってるけど、まあ企画なんでね、そこはまあ強化版ラミちゃんということで、じゃあ便所を丸ごと捨てるのかっていうともったいないんでね、さすがにそれは。まあただ本当にラミちゃんっぽい能力の選手を作りたかった。まあこれみんなでホームランのねイベントの時にちらっと動画内で言ったんですけどね、あの自分の理想のチームを作るのも大切だけど、そうやってゴリラ型も、まあゴリラ型っつってもさすがに守備型いいぐらいには今回みたいにしたいんですけどね、さすがにちょっといろいろな問題でですけど、まあゴリラ型も作っとくと、まあいろんなイベント来た時に確かに便利だなっていう勉強、お勉強。まあいいでしょ、クリスマス間に合ってないし、間に合ってないどころか、ああちょっと喋ってたらホームランになるんかい、ライトフライちゃうんかい。まあちょっと彼女になるのが遅すぎたんですけど、ちょうど盆栽と千丸の差を埋めた感じですかね。これで渋いのとこううまいのでこうちょうどいい感じにあれがあれしてると思います。うわーどうしよう、そろそろ正直ちょっと難しいな。今の号令でもよかったけど、まあここ体力回復しないし、そこまでこっから号令どんどんかけていく感じでいいかな。よし、これでアンダー製造機アーティストはとりあえずできると言ったところで、最初の目標はもうラミちゃんじゃんね。それでラミちゃんっていう感じですね。アンダー製造機アーティストができて初めてラミちゃんだと思うんで、まあそこは目標クリアかなと思います。で SS も行くでしょ多分、ミートパワー S も。でそっちは失敗するんかいと。うーわ小筆が終わっちゃったよ、モデと。これは一回号令かけてから考えます。
くりは追っときたい。あ、チャンスも欲しいですよ、ラミちゃんだから。逆境も欲しい。よしよしよし、逆境は最悪直取りできるから、いいねいいねいいね。欲しいとこのはとりあえず来てる。まああとミート骨だけ今回頑張ってスクショしてるんでくれたら嬉しいんですけど、監督評価やば。もう監督評価捨てるか。監督評価捨てます。もう仕方ない、全てを追うことはできないっていうやつですね。はい、全てを追うことはできないってやつ。ああもうせっちゃんのデートも捨てざるを得ないかもしれない。最悪、もうこれはでもこっちの責任ではない。これはそちらの責任ってやつで、まあ一気入魂来てるんでね。ああこれもそして切ろう、いらないこのイベントも、遅い来るのが。でまあ鉄さんのねミート骨だけは欲しいし、小筆もどうにかして上げ直したい。おお、もうこれはダメですね、さすがにダメですわ。これは乾燥しないわ。デート乾燥しないんだったら小筆の、デート乾燥させて小筆の評価上げることを意識してもいいけど、こっからということで1回だけお願い、練習5秒起こって、よしこれで戻りましたね小筆。あー、もう監督評価がもうこれはもう仕方ない。もう今回さすがに運悪すぎるんで、はい。でさすがにここまで来たらミートここまで上げときます。はい、ここまでは上げとくってやつです。 A はまだ見れないのね。はい、もう試合で打てないとね、全て元も子もないんで。あーでもこれをしたことによって、ああこれをしたことによって D までの検証ができなくなっちゃった。でももう仕方ないよね、試合で打てないと意味ないし、検証ができなくなったよ今ので。でしかも阿部妃のコツ来てない。何かと良くないなこれは、さすがに。多分この動画を初めて見た人はこいつここでスタメンにならないとかサクセス下手じゃねって思うかもしれないんですけど、まあいいか。大事にすべきは昔からの視聴者さん。まあそういう方はぜひチーム紹介の動画とか見ていただければ、まあどれくらいのあれかはっていうのは、まあいいか。そういうのは渋強化版ラミちゃんを作ろう。まあ、監督評価しててもこうやって2本は打てば何の問題もないんで、代打で出て、で代打丸も取ったし今回もろもろね、もろもろいいけど、ちょっと検証だけできなかったのがもったいない、もったいないな。これだけ話してこうやって代打2本ホームラン打てばスタメンでもベンチでも別にどっちも全く一緒なんで、やっていきましょう。ミート骨の剣だけはもったいないな。これでスカウティ評価もまあまあ。でも、せっちゃんのデートは知らんと。ただ、あと1回だけはしとくか。あれ今何回やったっけ、もうそれすらもわかんない。さすがにね、二股やっててね、二人とも4月になるまで彼女にならなかったら完走するの難しいっす。なかなか。で、中途半端に今回デートも、まあけど小筆はね、強化版ラミちゃんを作ろうということで無理やりにも完走させたかったんで、まあちょっと今回の趣旨でこれが来るかっていうところなんですけど、それでもまあ当初予定してた選手ぐらいにはなってくれそうなんでいいかな。イベント用にとりあえず選手が作りたいっていう話なんで、今回は評価版ラミちゃん。じゃあちょっと、ああちょっと真剣に行こう。ちょっと雑談しようと思ったんですけど、まあ巨人ファンでね、ほんとラミちゃんには本当巨人の暗黒期を救ってもらった。あのラミちゃん、小笠原、この2人が来るまでの巨人ってマジで暗黒期だったんですよね。もう本当にあの巨人が、あの巨人がっていうとなんか巨人ファンのなんかねおごりみたいに聞こえちゃうんでよろしくないかもしれないんですけど、まあ、ずっとね
日本プロ野球界を支えてきたと、まあ、引っ張ってきた巨人がね、もうずっともうほんと4位とか3位とかもうだったんですよ。それをねあの2人が変えてくれた。まあ原監督がこう入るタイミングでね、ぜひとも欲しいって言ってね。っていう本当にねラミちゃんは大好きな選手ですね。そのガッツも今年引退しちゃいましたしね、まだ2回目だったんかい。クソ、対強打者のコツだけは欲しかったんで、あのゲーセンがマジいらなかったな。でミートコツも来ないね。阿部日のコツぐらいは、あ、そうだ、阿部日のコツ来てないって今思うとかなりやばいじゃん。まあ直取り最悪すりゃいい話だけど、やばいじゃんそれ。でラミちゃんね、補給は結構いいと思うんですよね、個人的に。いいぐらいまでいっていいっしょ。ラミちゃん補給は結構そんなエラーめっちゃするっていう感じではない。ただ守備範囲狭いし、あ、堅実だわ守備は。守備範囲狭いし肩弱いしね。まあでもあれだけの打撃ある。まあラミちゃんあれだよ、まあ巨人ファンとして申し訳ないんですけれども、まあラミちゃんを手放したのは巨人。あれだけ打撃もそれなりに打ってたけどね、あれはまあ巨人のこのフロント事情としてラミちゃんを手放すしかなかったんですけど、あの年は多分。でも聞いてほしいのが、僕その次の年に、この前話したっけ動画で、その次の年に巨人横浜戦を見に行ったんですよ、横浜スタジアムに。で普通移籍した選手ってめっちゃボロカスに叩かれるじゃないですか。でもまあ巨人ファンは そういうねフロント事情のこととかも知ってたし、そのラミちゃんが巨人をね変えてくれたっていうのをもちろんねすごい感謝しているので、大体普通はね移籍してね、こう移籍元の球団と戦うと、もう練習中から本当にブーイングの嵐なんですけど、もうラミちゃんだけはマジで違って、横浜スタジアムの巨人や横浜戦なんで、もちろん、あ、てかサクセス全然1ヶ月ぶりにやるけど、この辺までは全然1回もミスってない。あ、で予選ね、言うの忘れてたんですけど、代打になったんですけど、ちゃんと両方試合ともマックスで経験点取ってるんで、別に監督評価って実は無視してもいいんじゃないかって最悪最近思い出した。今回別に監督評価を無視したことによって何ら害を被ってないんでね。はい、でどこまで話したっけ。あ、でそうそう、絶対ブーイングが来るもんなんですけど野球って。いやもうラミちゃんだけはマジで違った。もう僕も含め周りの方ももう本当にラミちゃんってこうみんながね、ラミちゃんに練習中からですよ、まあ、ラミちゃんレフトも持ってて横浜でも、でラミちゃんって言ったらラミちゃんもめっちゃ手振り返してくれるというか、巨人ファンの皆さんこんにちはありがとうみたいな感じでね、練習中からずっと。でもう毎イニングですよ。でその試合ラミちゃん4番レフトだったんですけど、巨人ファンで生まれるねレフトスタンドのね、マイニングラミちゃんって言って、ラミちゃんもねなんかちょっとラミちゃんペーとかやりながらもこう手振り返してね、こうなんだろう、ほんとファンに愛されて、本当にファンに愛されるっていうのはこういうことなんだなっていうのをね感動しましたね。まあ試合も巨人が勝って最高だったんですけど、あ、そうだ、だからそれ村田がいるじゃないですか。なんならもう村田なんてボロカス言われてますよ横浜ファンに。まあそういうもんなんですけどね。でちなみにその試合ね村田がホームラン打って勝ったんですよね。でそのあ、そうだ、その時のね思い出が一つあるんですけどね。あー、ミスった。もう集中力、喋りながらやると集中力が遅いこいつ。その時の思い出が一つあるんですけど、村田ってやばいなって思ったのが、マジでね飛距離が半端ない。練習中の一番飛ばマジでやばい。村田はやっぱすげえって思いましたね。あの試合前のねシートノック、なんていうの、シートノックじゃないや、バッティング練習の時の飛距離が半端ない。まあ阿部はね結構ね距離を出そうと思って振る時と、距離を出さずにこう流して、阿部って左バッターだからこうレフトスタンドに入るっていうことは相当な技術があるじゃないですか。そういう感じのバッティング練習やってるんですけども、村田は違う、もうやけくそにホームラン狙いに行って、それなんか言葉悪いの、いや違う、でも今まで見たね結構昔から球場にも足運んでるんですけど、足しげなくこう、もう松井も見てたし甲子園とかで、その時ちょうど関西住んでて、松井が全盛期の時メジャー行く前で、んでなんだ、そういろんな選手見てたんですけど、ずっと要は
ょっとこれ渋いんで、いろんな選手を要は見てたんですけど、本当にね、その数々の選手の中でも村田のバッティング練習はすごいっていうね印象がすごくありますね。あれ虹谷か、あ、波動って虹谷か、最初に意味わかんないこと言ってたか。で、あの検証できなかったんで、あのよくコメント欄で聞かれるんですけど、こうやってやったら自分で調べれますよっていう話で、でまさかの阿部比嘉のコツが来ないっていう最悪なパターンね。うわー、強化版ラミちゃんするのにはちょっとパワーが余りすぎるか。これ2位と A は行くけど S は行かないな、このままだと残念。まあまあけどゴリラ型を作るという点では、はい、趣旨は達成できたのでいいんですけどね。やっていきましょう。まあいろんな話できたし楽しかったか。で、今のところ試合経験点はミスってないと。あれ普通にどうした、1ヶ月ぶりのサクセスだけど、うまいな普通に。今のももうカーブって分かって狙い撃ちできるレベルだったわ。これもストレートって分かって狙い撃ちした結果ちょっとミスったっていう結果だったから、やっぱりちょっと多少はなまってるね。今のもストレートって分かってるのに打てないってことは結構なまりがあるわ。けどこれもフォークって分かったし、まあ1ヶ月ぶりでちょっとなまってるけど、あーこれシュートって分かんなかった。でも今のストレートかと思った、普通にボール球のストレートかと思った。あ、ちょっとあかん、ちょっとなまってる。ちょ待って、これはね、なまってなくても打てない、めっちゃ難しい。これはさすがにフォークって分かっても、あー最後にミスんのか試合経験点。っていうか試合経験点ミスるとかそういう問題じゃなくて、全打席ホームラン打たないとダメなんだよね普通に。はい、ということでやはりなまりはありましたね。ここも決勝のピッチャーはやっぱり難しくなってくるんで、ここで打てなかったですね。やっぱりサクセスは慣れと呼んで、かなり経験点低いな。まあ1ヶ月ぶりのサクセスだとこんなもんでしょう。まあといったところで、さすがに運がなかったのと、慣れも運も良くないんで、やっぱサクセスは慣れと運ということで、しっかりねやっていかないとダメですね。まあでもいいんじゃないかな、趣旨通り。そういう選手が作っておきたいっていう趣旨だったんで、まあ、経験点5600で悪いんですけど、千丸で総裁してくんねえかな。まあとりあえずパワーは100で、そうですね、ラミちゃんということでムード丸でも取っとこう。うん、ラミちゃんだし。はい、ということでこんな感じになりました。はい、まあ千丸が無駄になったんですけど、実際の話まあいいでしょう。もともと千丸じゃなかったら、まあこれくらいの選手を作りたい。まあ S 行きたかったけどね、ミート、そこは残念だけど、ミート A パワー S100 のね、こういう、まあこれ本当みんなでホームラン来たら完璧でしょ。またもうそんな何回も来るもんではないと思うんですけど、これみんなでホームラン来たらパワー S100 でアーティストでホームランめっちゃ打ちやすいってやつでいいでしょうっていった感じで、まあこういうのも、まあ、チーム紹介の動画ご覧いただければね、その他パワープロ再生リストから、まあ、僕のチームがどんだけ守備型かっていうのを、ね、まあ、守備型といえどもみんなパワー AA 以上、ミートパワー AA 以上でどっちか S いってるんですけれども、はい、まあ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 一応見せますか、せっかくなんで。その流れの話下りしたんで、まあこれ天才の入部届だからちょっと別として、まあこいつでしょ、こいつでしょっていうね。こいつ盆栽、ちなみに盆栽でここまでできるっていうね、やっぱキンキンシュシュ偉大ですわ。はい、でこっち千丸、経験点はこっちの方が少ない。でこれ天才入部届けと一番がね、はい、まあといったところで、まあこういう選手使ってるんですけど、まあこうやってねパワー100とかの選手作っとくと、みんなでホームランの時とかに使えていいよねっていうお話でございましたと。で僕が、風邪ひいてるのに頑張って動画撮ったのは、もう聖堂の期間限定ルート残り3日で、ちょっといろいろ動画出したいの他にもあるから、順番的もう出す時には限定終わってるかもしれないですけど、限定なんてもうマジでよく来るんで、1回室に1回は来るでしょ各高校ぐらいのイメージあるんで、その時のためにね、まあ、ささやき頭脳っていうのがやっぱり結構みんな作りたいところだと思うんで、聖堂でささやき頭脳を作る動画を頑張って今から撮りたいんでね。はい、風と戦っての動画でございましたと。あ、ミスった、
よく言われるんですけど、育成選手ボックスで顔変えたりとか、その他もろもろやりますか。顔変えたり、名前もラミレスにしとかないと忘れる。ゴーセン、こいつか。違う、危ない、捨てるとこだった。育成選手編集、これを、今川だよね、こいつをラミレスと。はい、で顔も、はい、ラミちゃん、ラミちゃんってここまで黒いっけ。まあいいか。はい、こんな感じで。なんでラミレスに変わってないの。ラミレス、あ、でそういえば音声設定されんのかな、ラミちゃんって。さすがに、あ、ないか。コラボしたしあるかなと思ったんですけど、まあいいでしょう。こういう選手作っておくのいいんじゃないかなっていう、まあ結局はね、そういう動画でした。はい、まあまあ今後もこうやってなんとかを作るっていうシリーズはやっていきたくて、その第1弾として、まあ今回の動画撮った感じですね。まあちょっと足が速すぎるラミちゃんになりました。結果足が速すぎて、まあここまではパワーないかなっていう、あとは結構ラミちゃんっぽい能力だよね。はい、っていう感じです。でコメント欄でやっぱね、最近作ってほしいって多いのが柳田と山田テストね。はい、まあこの2人はいずれ作りたいと思うんですけど、2人ともマジでむずい、作るの。ちょ、1回実は動画撮ったことあるんですけど、盗塁のコツが来なくて両方とも諦めました。はい、でもむずいっしょ、2人ともオール C 以上あって、まあトリプルスリーするぐらいだったからオール C 以上あって、で去年の山田哲人ってめっちゃ守備下手だったんだけど、今年ねコーチと一緒に特訓してめっちゃ上手くなったんですよね。12球団で一番守備率がいいっていう、あの菊池、まあ菊池は捕球低い型でこう守備範囲広い型だからまた比較が違うけど、山田哲人も柳田もねめっちゃむずいといったところでね、まあまあまたなんとかを作ろうシリーズはやっていこうと思うので、ぜひともコメント欄に何かリクエスト等あればね、いつでもお書きください。ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それでは風邪薬を飲んでまた元気な秋と他の動画でお会いいたしましょう。アディオス。